ティモシー・デュアン・ハーダウェイ・ジュニアは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身のプロバスケットボール選手。NBA のダラス・マーベリックスに所属している。父は元 NBA 選手のティム・ハーダウェイ。高校時代は、トップクラスの選手とは評価されておらず、最終学年を前にライバルズ .com からは、トップ150に入れられておらず、早くから彼に接触していたミシガン大学を除くと、 ミネソタ大学、カンザス州立大学からしかオファーがなかった。最終学年では、平均31.7得点、7.3リバウンド、4.0アシストを上げた。フロリダ州チャンピオンとなった、パインクレスト高校との試合では、ブランドン・ナイトと対戦、ナイトが36得点を上げたのに対して42得点を上げた。2010年クラスで ESPN からは、 全米93位の選手、全米28位のシューティングガード、スカウト .com からは、全米36位のシューティングガードに評価されたが、ライバルズ .com からは高順位での評価を受けなかった。フリースローを放とうとするハーダウェイミシュガン大学では、マニー・ハリスが2010年の NBA ドラフトに、アーリーエントリーしたチーム事情もあり、1年時のサウスカロライナ大学との、 開幕戦から先発し、チームトップの19得点を挙げた。しかし、11月終わりにはスランプに陥り、シラキューズ大学戦で、シュート12本中3本成功、テキサス大学エルパソコー戦では、シュート18本中わずか1本の成功にとどまった。この2試合からスランプは続き、13試合連続で、シュート成功率は50%を切り、19試合連続で、 シュート成功率が50%を超えることはなかった。12月23日のブライアント大学戦でチームは、大記録となる16本の3ポイントシュートを成功させたが、そのうちの4本を彼が決めた。12月27日、ジャレット・サリンジャーと共に、カンファレンスの週刊最優秀新人に選ばれた。2月9日のノースウェスタン大学戦で17得点。 キャリアハイの10リバウンドを上げて初のダブルダブルを記録した。2月12日のインディアナ大学戦ではキャリアハイの26得点を上げた。2月14日に自身2度目となるカンファレンス最優秀新人に選ばれた。延長戦にもつれたアイオワ大学との試合では自己ベストの30得点を上げた。ミシガン大学の新人選手が30得点を上げるのは8年ぶりのことであり。 2週連続で最優秀新人に選ばれた。2月23日、全米ランキング12位のウィスコンシン大学戦で16得点、2月26日のミネソタ大学戦で22得点、3ポイントシュート15本中9本を成功し、3週連続4度目の週間 MVP に選ばれた。チームはカンファレンス4位でカンファレンストーナメントに進出した。彼は得点。 スティール、フリースロー成功率3ポイントシュート成功率で、チームトップの成績を上げた。この年、COLLEGEINSIDER.com から、フレッシュマンのオールアメリカンに選ばれた。オハイオ州立大学とのカンファレンス準決勝で、シーズン74本目の3ポイントシュートを成功し、大学の1年生としての新記録を達成した。また、 シーズン最後の14試合連続を含む最後の19試合中18試合で2桁得点を挙げた。シーズン終了後、USA バスケットボールから2011年6月30日から7月10日まで、ラトビアで開催されるバスケットボール U-19、世界選手権代表候補17人の一人として招待され、代表12人の一人に選ばれた。 ビクター・オラディポ相手にドライブするハーガウェイ2年時の2011から2012シーズンはネイスミス賞やウ・デン賞のウォッチリストに入れられた。2011年11月、マウイ島のラハイナで行われたマウイインビテーショントーナメントでは第8シードのメンフィス大学戦で21得点、第6シードのデューク大学戦で19得点、UCLA 戦で20得点を挙げた。 チームはこの大会で3位となり、彼はオールトーナメントチームに選ばれた。またこの週のカンファレンス最優秀選手に選ばれた。11月29日のバージニア大学戦の前半5分33秒に2度目のファウルを取られ、前半の残り14分27秒をベンチで過ごした。この日わずか5得点に終わり、連続2桁得点は22試合で途切れた。 12月29日のペンシルベニア州立大学戦では3ポイントシュート7本中1本の成功であったが2点シュート11本中10本を成功26得点を挙げた2012年1月8日の全米ランキング17位のウィスコンシン大学戦では17得点10リバウンドを挙げて自身2度目のダブルダブルを記録したその後2月上旬スランプに陥り 3試合連続で1桁得点チームはその間1勝2敗に終わった。ミシガン州立大学戦ではシュート10本中1本しか成功せずシーズンワーストの4得点に終わった。3月1日のイリノイ大学戦で25得点、キャリアハイの11リバウンドを上げてシーズン2度目のダブルダブルを記録した。この年カンファレンスのサードチームに選ばれた。 2013年1月3日のノースウェスタン大学戦でダンクを決めるハードウェイ3年時のプレシーズン CBS スポーツから全米トップ100の35位に評価された。また、伝承候補50人の中にも選ばれた。トレーバークとのバックコートは ESPN のディックバイタル、ESPN のマイルズ・サイモンなどから全米でも有数のものと評価されるようになった。 2012から13シーズンの開幕戦、スリッパーロック大学戦で5本の3ポイントシュートを全て成功させるなど25得点、10リバウンドと自身4度目のダブルダブルを記録して2度目の週間 MVP に選ばれた。ネットシーズンティップオフでは11月21日のピッツバーグ大学との準決勝、11月23日のカンザス州立大学との決勝で、 合計39得点を挙げて MVP に選ばれた。12月20日の東ミシガン大学戦では自己ベストの7アシストを挙げた。右足首の負傷で12月29日の試合を欠場、1年次から続いていた連続出場試合が81でストップした。翌年1月3日のノースウェスタン大学戦で復帰し、21得点を挙げた。 二試合後の1月9日のネブラスカ大学戦で15得点、及び自己ベストの11リバウンドを上げ、自身5度目のダブルダブルをマークした。1月17日、AP 通信9位、コーチ12位に評価されたミネソテ大学戦で21得点、5リバウンド、3アシスト、3スティール、2ブロックを上げて2度目のカンファレンス週間 MVP に選ばれた。チームが、 全米トップ1 2入る大学をロードで破ったのは1996年12月6日にデューク大学を破って以来のことであった。2012から13シーズンの先発後選手、バーク、ハーダウェイ、モーガン、ロビンソン、スタウスカス1月28日、ミシガン大学は65票中51票で1位票を集め AP 通信投票で1位となった。 ミシガン大学が全米1位にランクされたのはファブ5が在籍した1992年12月5日以来のことであった。2月5日に炎上で勝利したオハイオ州立大学戦では3回の攻撃で連続して3ポイントシュートを決めるなど自己ベストの6本の3ポイントシュートを成功させた。CJ フェア相手にシュートを放つハードウェイ n c w a トーナメントではチームは 第4シードとなった。1回戦のサウスダコタ州立大学戦で彼はトーナメントでの自己最高の21得点を挙げた。3月31日のフロリダ大学戦で、ニック・スタウスカスがシーズン79回目の3ポイントシュートを放ち、彼が作った1年生の大学記録は更新された。ファイナル4進出を果たした試合終了後、彼とミッチ・マクゲイリーは、 ジョン・ B ・ラインヘッドコーチにゲータレードシャワーを行った。4月6日のシラキュース大学とのトーナメント、準決勝ではチームトップの13得点、6リバウンド、5アシストを挙げた。2日後のルイビル大学との決勝では12得点、5リバウンド、4アシストを挙げた。チームは76から82で敗れたビッグ10カンファレンスシーズン終了後、彼はコーチ投票で、 カンファレンスファーストチームにメディアからセカンドチームに選ばれた。3月12日、全米バスケットボールライター協会からオハイオ州、インディアナ州、イリノイ州、ミシガン州、ミネソタ州、ウィスコンシン州からなる地域部位のオールチームに選ばれた。2012から13シーズン、ビッグテンカンファレンスのファーストチームにカンファレンスのコーチたちの投票で選ばれた。 またメディアからもカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。2013年4月17日に NBA ドラフトへのアーリーエントリーを表明した。彼は NBA ドラフトコンバインに招待される60人の一人に選ばれた。一順全体24位でニューヨーク・ニックスから指名された。7月8日にニックスから4年610万ドルで契約を結んだ。 こと、ラスベガスで行われる NBA サマーリーグにエントリーしたことが発表された。サマーリーグの2戦目で負傷し、残り試合を欠場したが、怪我は軽傷であった。10月9日、ロードアイランド州プロビデンスで行われた、ボストンセルティックスとのプレシーズン初戦では16得点を上げ、そのうち、第4球に残り8秒からの決勝点を含む10得点を上げた。 プレシーズンゲームで3ポイントシュートを44本中18本成功を決めた。10月30日のミルホーキーバックスとの開幕戦では15分出場し、5得点にアシストを上げた。2試合目の10月31日のシカゴブルズ戦では27分出場し、10得点3リバウンドを上げた。12月1日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦では、 自己ベストの21得点を挙げた。ケニオン・マーティンが欠場した12月8日のセルティックス戦で初先発した。カーメル・ワン・ソニー、レーモンド・フェルトンが共に欠場した12月25日のオクラホマシティ・サンダー戦でも21得点を挙げた。12月にはイースタンカンファレンスの月間最優秀新人候補にノミネートされた。1月9日に レイアレンを相手に決めたダンクが注目を集めた。1月29日、NBA オールスターウィークエンドに行われる、ライジングスターズチャレンジへの出場選手に選ばれた。1月30日のクリーブランドキャバリアーズ戦では、自己ベストの29得点を挙げた。1月にも、月間最優秀新人候補に、ノミネートされた。2月14日のライジングスターズチャレンジでは、 リオンウェイターズとの1-4-1を何度も行い、7本の3ポイントシュートを成功するなど36得点を挙げた。2月も月間最優秀新人候補にノミネートされたが、ビクター・オラディポに敗れた。3月、4月にも最優秀新人のファイナリストとなっている。NBA ルーキー・オブ・ザ・イヤー賞の投票では5位となった。 NBA オールルーキーチームの投票でも5位となり、オールルーキーファーストチームに選ばれた。2014年もサマーリーグに出場、全体2位の平均22.8得点を挙げて、サマーリーグのセカンドチームに選ばれた。2014年7月18日、7月28日から31日まで、ラスベガスで開催されるバスケットボール男子。 アメリカ合衆国代表のトレーニングキャンプの練習相手の一人に選ばれた。開幕当初はイマン・シャンパートやスミスとローテーションで起用された。11月7日のブルックリンネッツ戦で先発に起用されたが、11月12日にクイーン CAC に先発の座を奪われた。12月10日のサンアントニオスパーズ戦でアンソニーに代わって先発し、 チームトップの23得点を挙げた。12月半ばにスミス、シャンパートが共に故障すると、再び先発の機会を得た。12月31日のローサンゼルスクリッパーズ戦で脳震盪を起こし、1月2日のデトロイトピストンズ戦を欠場した。1月4日のミルフォーキーバックス戦で復帰したが、チームはホームゲームでのワースト記録となる10連敗を喫した。 1>, 1月24日のシャーロット・ホーネッツ戦で、シーズンハイの25得点、6リバウンド、5アシストを挙げた。3月7日のインディアナ・ペイサーズ戦で経連を起こし、続く2試合を欠場した。3月12日のロサンゼルス・レイカーズで復帰し、22得点を挙げた。3月15日のフェニックス・サンズ戦では2分、出場したところで手首を痛めて、ベンチに下がった。 その後9試合に欠場し、4月3日のワシントンウィザーズ戦で復帰した。4月15日のデトロイトピストンズとのシーズン、最終戦では25得点を挙げた。ホークス時代2015年の NBA ドラフト開催日に全体19位で指名されたジェリアン・グラントとのトレードでアトランタホークスに移籍。しかし、新天地では苦戦を強いられ、12月3日に、 ウォルター・タバレスと共に D リーグのカントンチャージに、さらに28日にはオースティン・スパーズに送られた。2017年7月6日、フルスのニューヨーク・ニックスと4年7100万ドルのオファーシートにサインした。同7月8日、ホークスがオファーシートにマッチしなかったためニックスへの復帰が決まった。12月5日、足の怪我により最低でも2週間の離脱が、 発表された。2018年1月12日、20試合の休養を経て復帰した。復帰戦ではベンチから約25分間の出場で16得点を記録。試合は108から118でニックスがミネソタティンバーウルブズに敗れた。2018年3月23日に行われたミネソタティンバーウルブズ戦でキャリアハイとなる39得点を記録。 試合はウルブズに108から104で敗れた。2019年1月31日、クリスタプス・ポルジンギス・ガラミの大型トレードにより、ダラス・マーベリックスに移籍した。父は、名ポイントガードとして、名を馳せたが、ジュニアのポジションは、シューティングガードである。シュートセレクションはよく、3ポイントシュートを得意としている。インサイドに切れ込む能力にも長けており、 時折豪快なダンクシュートも繰り出す。あとはディフェンスを磨く必要性があるとされている。実際、2015年6月にアトランタホークスに放出されたのはニューヨークニックスの首脳陣にディフェンスのまずさを敬遠されたためだとも言われており、今後ハードウェイが NBA で成功するにはディフェンス面でどれだけ成長できるかにかかっている。ありがとうございます。